さあ今回は寺優さんのレッスン、手首を使わないと飛びませんよという動画です。私含め週末ゴルファー全員が抱えている問題だと思いますので、ぜひ見てください。前より飛ぶようになってないとこのレッスンの後めっちゃ言われます。どうぞ。じゃあドライバーですね当たりが良くて軌道が良くなって、やっぱ今度距離っていうところになってくると思うんですね。距離は下半身と手首です。手首は使わないと飛ばないです。使うなとよく言われるから、はい、使わないようになるべくしてるんですけど、はい、使った方がいい。絶対使った方がいいです。絶対使った方がいいです。まあ、1回シンプルにお話しすると、さっき振り子がまず基本ですよ。そしてハーフスイング以上はこの手首が支点に二重振り子になりますよ。この二重振り子のこの手首の動きが必要だということです。これだけでは、これだけではやっぱり飛ばないですよね。どう考えても、はい、やっぱりこの手首をうまくこうやって使うことで、はい、ヘッドがいわゆる走る、加速するんです。上手い人見てて、はい、ヘッドの抜けがすごくいいな、はい、っていつも思うんですよね。クラブがよく動いてるというか、はい、追い越してるか。一方私とかはどうしてもなんかいつまでも抜けないで、はい、完全に手首です私から見える坂本さんのスイングっていうのは、はい、形は綺麗なんですけど、はいはい、硬いんですよね硬いんですよ。なんか動かないが硬いです、はい、ヘッドが走ってないんですよ。なんとなく自覚はあると思うんですけど、はい、それはちょっともしかしたら手首を使ってはいけないというなんかちょっと強すぎるかもしれないです。手を使うとなんか安定しないみたいなイメージないですか？あります。ありますよね、はい、うまくなんかまっすぐいかないんじゃないか、はい、ちょっと曲がるんじゃないか、はい、それ本当ですかっていうのがまず私から伝えたいことで、例えばですけどこれが釘だとするじゃないですか、はい、正確に強く打ちたいとするじゃないですか、はい、手首を固めてこれって正確に打てそうですかね？難しそうですよね。確かにこの当たる面はずっとボールを刺してるから、まあ、再現性高そうですけど、はい、体の動きとしてはやっぱり不自然なので、はい、体現性は低いんですよ。ここを視点にこうですよね、はい、おそらく、まあ、私力仕事向いてないんでやあんまりやらないで素人は素人なんですけどおそらくここを視点にこうやって叩いた方が強く叩けるし再現性高いはずですよね。これって言っても手使ってますよね。手首使ってますよね。ゴルフだって一緒ですよね。手首でこの方がやっぱり強く叩けるし再現性高いはずなんですよね。体の動き的には、まあ確かにこう物理的には面がまっすぐずっと向いてればこれは確かに再現性高いかもしれないですよ。でも現実的に体の動きを考えれば再現性は低い。手首を支点にこうやって叩いた方がまっすぐ当たりやすい、面もまっすぐなりやすいです。これって手首使ってる動きです。はい、はい、要はこうやってもいいんじゃないのっていう、はい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 、すごくいい質問ですまあショートスイングって実際はアプローチで使う動きになってくると思うんですけど、やっぱりこう手首だけで打つと飛びすぎるんですよね。いわゆる感じ的な、そうです。当たる速度をやっぱり一定にしたいので、まあ、短い距離はやっぱりこの方が安定します。強く飛ばしたいときはこの手首の動きが必要になります。でこれを入れたからといって再現性が低くなるという思い込みはやめた方がいいと思います。手を使う、手首を使うと曲がる、安定しないっていう思い込みがまず上達を妨げている方が多いなってレッスンをしててすごく思います。気持ちはわかるんですよ。この方がこう、ね、フェースの向きが安定していいんじゃないかとは思うんですけど、物理的にはそうかもしれないんですけど、自分の体を動かすという意味では不自然な動きというのは再現性が低くなります。出力も出しにくくなります。で実際に手を使わないって言ってますが、ほとんどの飛ぶ方はここで手が止まってしっかりヘッドが追い越してます。はい、実際はですよ、事実ベースはですよ。その方がそうやって止めてるって意識してないかもしれないですけども、実際スローで見たら絶対ここで減速してヘッドが走ってるんです。その瞬間になると追い越す感じ、追い越す感じ絶対あります。
はい、それがいわゆるヘッドが走るっていうことですし、もちろん何でもそうですけど、やりすぎは良くないですよ、もちろん何でもそうですけど、パッと見でもこんな風に見えないじゃないですか、パッと見は。でもやっぱりスローで見ると明らかに手元が減速して手首をしっかり使ってヘッドを走らせてます。ですからこの事実をなんかこう自分は感覚的にやってないから必要ないよっていうのは上達をやっぱり妨げてしまうのかなって思います。やっぱり事実としてはここでしっかりヘッドを走る手首使っているので、それができていないのであればやっぱりやるべきですね。シャフトがしなる条件ってこうこれですよね、これですよね。これ何かというと手を止めてます。これが一番こうしなるわけじゃないですか。ずっと手を止めずに移動したらこれしなんないですよね。これしなりを使えてない、ちょっと意地悪で言うと坂本さんはこういう状態です。はい、こうなってるイメージがあるんですけど、はい、僕やっぱそうそうおっしゃるよ、あーそういうフォローする、はい、ちょっと詰まり気味でこういう感じありますよね、はい、それを無理やりさっきやってる、それは絶対やっぱ直した方がいいです。まずは左手を支点に右手が追い越すっていう感覚をまず練習してください。こういうふうに、まあ、こうやって離して打つドリルをスプリットハンドドリルとかって言ったりもしますけれども、左手がずっと移動してたら手は追い越さないですよね。左手がインパクトの時に止まって右手が追い越す、つまりヘッドも追い越していきます。これでこういうふうにまず左に行っていいので追い越す感覚をつかんでください。どうぞ。そうです、まだ左手動いてます。私としてはしっかりと止めて追い越しているつもりなんですが、寺優さんと比べたら全く左手が止まっていないのが分かります。まだ左手が止まれてないです、減速できてないです。おお、はい、はい、左手がもう感覚でですよ、感覚ベースで言うとここから左手が戻るぐらいの気持ちでいいでしょうね、はい、感覚ですよ、実際はそうならないから安心してください。はい、そうです、これが入れ替わるっていうことです。走るっていう動きです。走りましたね今。分かりました、分かりました今。ビュンってなったの分かりました、はい、走ったし、はい、気持ちいいところに収まりました、ね、収まりましたよね、はい、いつもはこうです。どちらかというとそうでしたよね、はいはい、左手がずっと移動してるからです。右手が追い越せないで、そうです。でそれを例えば最初出だしにかぶせたりとかで何とかまっすぐ当ててるのかもしれないですけど、それはまあ再現性が高いとは言いにくい。コースに行く時ほど自覚として詰まるなーって、振り抜きなんか悪いなーっていうありますよね。やっぱり練習の時より曲げたくないからやっちゃうんですよね。うん、そうです、そうです。で実際こういうボール、左に少し巻くボールが出れば OK です。これはそういう練習なので、締まりますよね、肘下向きますよね、こんな風にならないですよ。同じ感覚でハーフスイングしてみてください。こういうフォロースルーになりたいです、なりたいです。これがヘッドが走る、詰まらずに振り抜けるってことです。多分短いクラブは多分ごまかせる。そうですね、そうですね。この手の減速率っていうのが実は結構測れたりも今するんですけど、この率はやっぱり長いクラブほど大きくなります。つまりブレーキをかけてるってことです。長いクラブほど詰まるなっていうのは、はい、こいつが止まってくれてない、止まってくれてないからです。ブレーキのかけ方が少ないからです。はい、OK です。じゃあ次普通に打ってみましょうか。構えていただいていいですか。まあ、まずボールの受けは気にしなくていいので、はいはい、感覚的にはここでヘッド、左手が止まって右手とクラブが追い越す、はい、もうこれぐらい立つイメージで、はい、打ってみてください、はい、そうです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 。
フルスイングしてみてください。はい、うん、持っててくださいね。はい、あ、もっとグリップ柔らかく持ってください。はい、あ、そうですね。うん、それぐらいヘッドが先行する感じが正解ですね。はい、ちょっとヘッドが走った感じはありますか。それがもっともっと出てくるといいですね。はい、なってないです。はい、大丈夫です。なってないです。はい、なってないです。はい、うん、あとグリッププレッシャーはやっぱりちょっと坂本さん強いので、はい、半分以下ですね今の、うん、じゃないと手首が柔らかくこうスナップがいわゆる効かないっていうことです。はいはいはい、今ちょっと違いますね。はい、今手首がインパクトで曲がった感じ、はい、それがもっともっとあればいいです。もっともっとあった方がいいです。強烈にあります。はい、強烈にあります。もっとあっていいです。はい、はい、OK です。それぐらい走るのが正解で、ちょっと今左にドロップされているのはもう出だしのこれが原因なのであれなんですけど、走らせるという意味ではそれをもっと大げさにやっていってください。宿題というお土産を出してもいいですか。あ、ありがとうございます。見ててください。手首をしっかり曲げる、曲げるという動きで片手でボールを打てるようにしてください。これもダメですし、もちろんこれもダメですね。手首を支点にこうやってボールが打てるようになってください。短いクラブでお家でこうやって練習するのもありです。とにかくこの手首を柔らかく使う。その時に逆に握りすぎてはいけないですね。手首を曲げるためには。そうですよね。ガチガチに握りしめてしまってはこうなってしまいますから。そうすると正しいグリッププレッシャーも分かっていきます。左手も一緒です。はい、手首を使ってクラブが大きく動く。こういう動きを練習してほしいです。特に左手は多分こうなりやすいですから、ボールもこういうふうに右に低く飛びやすいと思います。これをしっかり減速してヘッドをこのように走らせる。ドライバー今私やってますけど、まあ難しいんでアイアンとかでもこれは OK です。やってみてください。そうです。で多分右に低くいきますよ。これはまだ手元が出てるということです。ああ、そういうことです。はい、そうです。それぐらい手首を柔らかくヘッドを走らせる感覚がいります。そうです、そうです。左手やってみましょうか。左手はちょっと難しいです。はい、まあなりますよね。なりますよね。はい、うん、持ってていただいていいですか。おお、うん、近い。体の正面から左手が外れないように止める。そうです、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 そうです。これがヘッドが追い越す、ヘッドが走るっていう動きです。手首を使うっていうのはそういう意味です。それでは難しいです。詰まります、詰まります。はい、そこの振り抜きがいいとやっぱスイングの見栄えも結果良くなります。ま
はい、宿題をしっかりやってできたかどうかをまたぜひ見せてください。ありがとうございました。本当に上手な人絶対こうなってるこうなるのか永遠にいろんな俺こんなにあるやっぱりそこが直らないと切り返しは絶対直らないと思います。それは切り返しは切り返しにつながってきます。あ、そうはい、こんだけ走らせると、はい、多分捕まると思うんです、はい、うん、フックする、はい、なのでやっぱりインサイドから入れたくないです。インサイドから入れたくなればいいです。はい、まず直してヘッドが走るようになってボールが捕まえすぎるぐらいになったら、はい、こっちからやっぱ入れます。入れたくなります。入れたくなります。右に出したいから捕まる。いや、右に出せたいです。右に出したいっていう状況にまずするべきです。はいはい、動画でもしか言ってましたけど、やっぱり上手な人ってしっかり右にこう出てこう動くんじゃない、しっかり体がちょっと5分じゃないぐらいのところから見ました。そう、あ、僕はそうです。プロと回った時に、はい、そんな右だとびっくりしたよ。で、どうやってもそれ出ない。そうです。どうやっても出ない。そうです、はい、それは、捕まえれてないからです。そもそもそうで、まあ、プロは、まあ、当然ね、話聞いたらもうとにかく捕まるのは避けたいので、逆に、はい、もう無意識に振ったら捕まりすぎちゃうから。そうですよね。で、あ、その通りです。無意識に振ったら捕まるスイングになっています。あ、っていうのが、はい、この走らせる。そうです。ということは無意識に振ったら捕まるスイングにみんななってるから、うん、返さないようにしてるって言われてますね、はい、ってことは捕まるスイングまずしなきゃいけないんです。はい、無意識捕まるスイングになってないのに捕まる人の仕方を真似しても難しいみたいですね。はい、で捕まりすぎるから右に出したから。そうです。それとも得意してる。そういうことです。じゃ直したいところをまずその直すんじゃなくて順番があります。その順番とは自分で分からないです。難しいんですよ。はい、それが僕のいつも思うので、本質が捉えられてない、はい、側から入って側、まあ、現象を直してるっていう、はい、まず無意識に振ると捕まるっていう、はいはい、状態にまずする、はい、そのために足りなかったのはフォローするってことになるんです、はいはい、これやったら多分左に行くだろうなって感覚だと思う、はい、そんなに OK なんです。 OK、 まずそこだけ、まずそこからですまずは同時にさっきのこれをおろそかにしてみる。そうですね、やっぱり当たんなければ始まらないですから、はい、再現性が高くなければスコアにならない、はい、ショートアイアンは僕まだ抜けてスパンで気持ちいいなっていうのは、うん、ショートアイアンだけはあるんです、はい、それ以上行くのもないので、多分そこまででしか捕まらないスイングになってる。そうですね、その辺も上級者の無意識に長いクラブは長いクラブで出せてます。あ、はい、全く同じ感覚で言ったら、やっぱ長いクラブっていうのは捕まらないんですよ。あ、ためになりました。いや、本当になりました。ありがとうございます。大阪帰ってすぐ練習。